拙いものですが、少しくらいは過ごしやすいかと思って用意してみました。お気に召してくださると嬉しいです。回復効果は檻の時よりも少しだけ上昇しています。ゆっくりお休みください。それじゃあおやすみなさいませ。どうかいい夢を。可愛くて少し…ご気分はいかがですか？もう石室の中は自由に移動して構いません。あの檻はこれで廃棄処分です。居心地が特別に良いというなら構いませんけど、やっぱり閉じ込められたままなのは嫌ですよね。閉じ込めたままだと、いつあなたを破壊してしまうか分かりません。だから、いいえ、本当のことを言うと、どうしていいのか分からなかったのです。あなたは人間です。脆くて儚くて、少しでも力を込めればすぐに消えてしまう。そんなあなたを前にして、私はどう振る舞ったらいいのかもわからなくて、それで檻を作ったのです。大切にしまってしまえば、少なくとも壊してしまうことはないでしょう。これまでの時間でだんだん加減は分かってきたつもりです。もううっかりあなたを壊したりしません。あなたはただ一人の私のマスターですから。え、どうして謝るのですか？その必要はありません。檻から出たとしても、いつまでもあなたは私のマスターの。についてですか？それはどういう意味で、あなたはそういう質問をするのです？私は、いえ、英霊としての私は確かに十分とは言えない振る舞いをしました。でもあれはあなたにだって責任のいくらかはあるのではないでしょうか？そうあってほしい。いえ、その、ですから、つまり責任、あなたにもほんのつま先くらい。キャスター、賜物前、あれはれっきとしたあなたのサーバントです。正確には完全な電脳体を有していた頃のあなたが契約を交わしたサーバントの一人。私にとっては虜にした相手の昔の連れ合いとか、そういうもので。ですから、そんな風に質問されると困ってしまいます。落ち着かないというか、ムズムズするという。私と同じように真っ当な英霊ではない羊でありながら、正しくあなたと契約していた存在。
私と同じように巨大な存在の端末のような個体でありながらあなたと寄り添っていた人、そんなの私一言では言い切れません。そんなことはありません。ないはずありません。私は今までにその類の感情を発生させた経験はありません。ありませんから、ありません。良いですね、私のマスター。口に合いましたか？あったならいいのですけど、その見よう見まねでプログラミングした中央アジアの料理で本当に作った経験はないものだから、ちゃんとひよこ豆のペーストでしたか？跳ねるのお好きなんですね。それならカゴの次は運動器具でも作りましょうか。未明領域に散逸する情報を集めればもっと面白いものを作れるかもしれ。私に道具作成スキルはありませんが、学習することはできます。欲しいものがあったらぜひ言ってください。ふつつかものですが、だって私はあなたのサーバントなのですから。そう、時間が来てしまいました。本当ならもっとあなたには金の根が告げるのは逃れぬ戦いの時、戦う相手あなたのかつてのサブサーバント、共に聖杯戦争を戦い抜いた2機のうちの1機、忠誠を誓って考える時間が必要だったと思います。私初めに言ったはずです。私の目的はセラフの侵略、他にはありません。私のしたいこと、それは、でも私にはしたいことは何か。相変わらず素っ気ない顔して言いたいところつくのよね。あ、憎たらしいったらないわ。ひざまずかせてめった刺しにしてボロボロにしたいぐらい。でも今の質問は簡単すぎね。答えなんてもう、そうでしょ、アルテラ。あなたのしたいことなんて一つだけ。このおままごとみたいな夢から覚めること。だってそうじゃない？ねえ。あなたと小豚の関係なんて本当にタッチの悪い夢み。冗談。
だなんて言わないわ。あなたと生贄が仲良く二人でおままごととか、そんなものはね、正真正銘の悪夢よ。捕食者と被食者がお手手つないで、なーに、これ以上に悪趣味でグロテスクなことってある？私のブラッドバスなんて可愛いものじゃない、そう思わない？お前に言われるまでもない。三種のレガリアを一つに統合し、私はムーンセルの中央制御を掌握。それが優勢からの指令であり、お前にボイドセルを与えたものの。ああ、アルキメデスのこと？いいのよ。確かに力はもらったけど、私とあいつは最終目的が違うんだし。私が見たいのはあなたとあいつの結末よ。はじめはうざったかったけど、なんか面白いこじらせ方してきたじゃない。あいつとあなたの信頼関係、友情、果ては恋愛、ああ、おぞましくって最高に面白い。そんなの絶対成立するわけのないエンタメだもの。どんな風にオチがつくのかしら、あなたたち。何？怒ったの？やだ怖い。あなた相手じゃ私なんてか弱い地下アイドル破壊されちゃうのかしら。勘違いはやめろ。私にとってムーンセルを支配するために必要なものに過ぎない。初めから信頼なんて。はあ、何言ってるの？アルテラ、あるわよ。あいつにたっぷり向けられ、それがわからないって言うなら、ここで私が絶対にかなわないけど、死んでもお前を殺す。なんて嘘嘘、優勢直属のアンチセル様に対して生意気言っちゃった。でもそろそろ本気で自覚した方がいいんじゃない？優勢の先兵だから、ムーンセルを支配するのか、欲しいものを手に入れるために支配するのか、結果はどっちも同じだけど、理由が違うのは大きいわ。後者だったら、まあ私たちは敵同士ね。だってキャラかぶってるもの。私に、いいえ、私に欲しいものはありません。あってはならない。欲しいと思ったものをこそ真っ先に壊してしまう。いいわ、それ最高。やっぱり怪物はそうでなく、壊してもいいじゃない、殺してもいいじゃない。だって結局何をしても私たちには得られない。それで永遠に自分だけのものにして楽しむの、それぐらいしか私たちには与えられないの。私はあなたとは違う、違うと思いたい。あっそ、さーて、それじゃあ今回は私も戦おうとしましょう。アルキメデスの目もあるし、優勢のサーヴァントとしてちゃんと働いてるところを見せないと。でもまだるっこしいわ、アルテラ。英霊じゃなくてあなたとして活動すれば全て望むままになるのにね。巨神になれば全て望むままになる。それは嫌だ。もうまた二度とセファールには。来たか。私が予想したよりもすぐに来たな。今回はもっとためらうかと思っていた。他のレガリア保持者は私の敵だ。お前にとってどれほど重要なものであろうと最優先で切り伏せる。石室の私がどれだけお前の待遇を変えようが、私の行動には一切の戦闘し破壊する。
そうだ、奴らを下し、私は万全の状態となったお前を手行くぞ、レガリア、その第二の欠片を手にする時だ。この夢はいつ覚めるのか。招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。手はず通りに進めよう、セイバー。俺がお前の相手になろう。つまらん策だ。さて、あの雑種どもは後回しだな。炎の私を、まずは防衛に向かえ。雑種どもの相手はそれからだ。私を神の道と呼んだな。風神の力、我が手にあり。炎の私を、逆らうな。防衛は完了した。いい判断だったな、マスター。防衛成功したのね。やるじゃない。アルテライ、俺の元へ来るがいい。500体ほど散らしたけど、ようやく効くに足る活躍になってきたな。進行する。してあげるわ。
切り返すか。よくやった。私も嬉しい。この手で褒美だ。進化を見せてみよう、アルテラ。声が大きいし、私は神の道と呼んでね。ほら、そこだ。あらゆる命、ご苦労だったな。気持ちがいい。分身の力、我が手にあり。先に進むぞ、マスター。
え、制圧したの？ラッキー、やるじゃない。この領域は蹂躙し尽くした。あとは敵将を撃つのみだ。油断はしない。何よ、救援？バックダンサーとしてなら雇ってあげるわ。キャスター。ええ、来ましたとも。優勢の先兵、本来であれば何度でも説得を試みるのが私の役どころですが、今回ばかりは言葉より矛を優先させていただく。なぜならご主人様にふさわしくないとか、それなら私の方がとか、そういうあれ以前に、全ての敵です。違いまして？そうだ、お前の認識は正しい。私はお前たちの敵だ。まっとうな英霊でさえないだろう。私は少しそれとは違うんですが、ここでは言いこなしですね。ええ、ええ。でもそんなあなただとしても、ひとたび寄り添えばご主人様は目をそらさない。理解しようと努め、この私の時のようにこれ以上は申しません。ですからこれが最後の呼びかけです。相わかりました。胸が裂けるほどの苦しみですが、同時に嬉しくもございます。あなた様はそういうお方、裏切りと拒絶しか知らない者をこそ決して裏切らないのです。であれば心残りはのうございます。すでに心を決めているのであれば、あとは互いに死力を尽くすのみ。どうかお覚悟を。この賜物前、全力で阻ませていただきます。行くぞ王さん。いざ尋常に勝負勝負。こたびは引きませんよ、アルテラ。ここで終わらせます。お覚悟を。キャスター、お前を倒し安全なる我が虜を手に入れる。この程度の痛み、マジ同級に三日目に焼き石に念仏で必要だ。これはちょっと押され始めてますね。やるではないか。参ります。
しかも。出し惜しむなよ。くだらん。やるではないか。ご苦労だった。しばし休め。よくやったぞ。惚れ惚れする活躍であった。お疲れ様でした。存分に体を休めてください。その覚悟、そのあり方、お前はキャスターの正しきマスターだ。許せ。魂のマスターよ、第二のレガリアの中で統合の時を待つがいい。第二のレガリア、正確には分割されたレガリアの破片か。統合は第三の破片まで揃えてからでいいだろう。お前の状態も安定している。今はまだ見えるか。今回の勝利によって私たちの得たものが。すでに私たちはセラフの 70% を蹂躙した。第三のレガリアを手にする頃には月のすべてが優勢の領域となるだろう。あのキャスターともう一人のお前が残したものでもある。残るものはある。そう思う程度は私にも許されるかな。ああ、お前には話しておこう。もうじきこの私は維持できなくなる。セラフの侵食が進み統合されたレガリアを完全に破壊すれば、そうなれば私はもはや用済みだ。月に食い込んだ涙の星、すなわち星船が自動的にムーンセル中枢へと降下し完全に月を支配する。星船さえ自由になればこうして私がサーバントとして行動する必要もない。石室の私はもう夢を見る必要も。いいや、違う。
未明領域がなくなれば私は停止する。夢を見ない状態というのはお前たちは言うだろう。要はあれと同義だ。死人は夢を見ない。私に、いや、私たちに自由はない。すまない。そういうものを受け入れる方法もそういうものの使い方もわからないんだ。私は空っぽだからだ。おったが安心してほしい。この私がいなくなり本体の私が石くれになろうと絶対に死なせはしない。お前は私のマスターになってくれた。人間に汚されたのなんて初めてです。きっとつまらない話です。私のことなんて、あなたたちにとって忌むべき敵の情報です。攻略の役には立つかもしれないけれど、あなたの望むようなものは、でも話します。私の過ごした14000年、幽星から落とされて千と数百年前の地上に一人のアッティラとして生きた夢の話、あなたに話します。